僕は富士、至って普通の会社員。ねえ富士、ちょっといい？わさびから聞いたんだけど。おう、何？妻の黒葉とは結婚して4年になるが、夫婦仲は至って良好。富士、毎日違う女の子とランチ行ってるって本当？え？僕の勤め先は男女比 3.7 で女性社員が多い。確かに同僚や後輩と一緒にランチに行くことが多いけど、二人きりっていうよりみんなでって感じだよ。わさびさんはそのこと言ってるのかな。あ、そっか、なるほど。そうだよね、富士に限って変なことしないよね。まあ女職場だし、そんな風に教えられたら心配になるのか。ごめんね、変なこと疑って。大丈夫だけど、わさびさんには怪しく見えちゃったのかな。なんか早とちりして心配して私に連絡よこしたみたいだね。誤解だったよって言っておく。お願い、完全に誤解だよって伝えて。オッケー。わさびさんとは昨年末、偶然俺の職場と同じビルにある会社に転職してきた黒葉の地元の友達。おい富士さん。あ、どうも。そんなに頻繁に会うわけではないが、たまに見かければ軽く挨拶は交わす仲。別にやましいこと一切ないからいいけど、めんどくさいから変な疑いかけないでほしいよね。でもまあ女子友ってそんな感じなのか。友達の旦那がちょっとでも怪しいと思ったらすかさず報告みたいな。実はさ、この時はその程度に思っていた。そんなことがあって数ヶ月後、富士さん折り入ってご相談が。どうしたの空さん。ご迷惑じゃなかったら今日のランチご一緒してもいいですか。できれば二人っきりがいいんですが、他の人がいると話しづらくて。それは構わないけど、会社を辞めたい？なんでまた。それがガクガクしかじかで。ふむ、直属の部下が仕事で悩んでおり、僕は何度も相談に乗ったりアドバイスをしていた。そんな折、ねえ富士、これどういうこと？何その写真、なんでそんな写真持ってるの？ねえ、もしかして前に言ってたこと嘘だった？このことは二人っきりで頻繁にランチ行ったりしてるって聞いたんだけど。まさかまたわさびさん、盗撮じゃん。嘘なんてついてないよ。その子は部下のソラさんって言うんだけど、会社辞めるって言い始めて最近個人的に相談に乗ってたんだよ。相談って、それ手のいい嘘なんじゃん。なんなの、超めんどくさいんだけど。いやいやいや、なんでそうなるの。彼女は優秀だから辞められたら困るって、ただそれだけの理由だし、黒葉だって職場の後輩の相談乗ることあるでしょ。うわ、すごい動揺。こんなに焦ってやっぱり怪しい。ごめん、ちょっと今回は信じられないかも。なんで？わさびの言う通り富士怪しいかも。先日問い詰めた時は笑ってたのに、今回はすごい動揺してた。やっぱりどう見てもあれはできてるって感じだったもん。わさしの同僚もあれは付き合ってるでしょって言ってたや。ちょっと冗談で送っただけなのに本気にしちゃったな。この子本当に昔から信じやすいんだから。人のこと面白いからしばらく放置しておこう。もしもしお母さん、どうしたの。お父さんか。わさってすぐ帰る。その日を境に僕と黒葉はギクシャクし始め、ねえ明日なんだけど帰ってくるの遅くなりそう。わかった。取引先と会食なんだよ。ふーん。なんなんだよその信じてませんよみたいな。って何、まだソラさんのこと疑ってるの。あのさ、いい加減。私決めたから。会社から長期出張打診されてたんだけど受けることにした。来週から行ってくる。ちょっと急じゃない。長期って2週間くらい。わかんないけど3ヶ月。長くて2年。長くて2年。ちょっと待ってよ、なんでそんな大事なこと勝手に決めちゃうの。普通少しは相談するでしょ。普通別に私の仕事だし私が決めていいじゃん。会社の後輩や同僚をたぶらかしてる人に言われたくないわ。だからそれはもう信じられないってこと。わかる、これ記入したから。クロハ本気なの。その1週間後、クロハは荷物をまとめて本当に家を出てってしまった。その後着信拒否もされ、滞在先に出向いても取り合ってもらえず。クロハいるんだろ。はあ、僕も半ば呆れてきた頃、偶然にも自分に異動願いが来たのをきっかけに離婚を決意。なんかいいや、アホらしい。お願いします。はい。突きつけられた離婚届を記入して提出。心機一転、新しい土地で頑張ろう。わさびさん一発文句言ってやろうと思ってたけど、ここんとこ全然見かけなかったな。こうして僕たちの結婚生活はあっけなく終わったのだった。数ヶ月後。じゃあお母さん、わさし帰るね。気をつけて、いろいろありがとうね。はあ、やっと落ち着いた。お父さん倒れてからあっという間だったな。そういえば
久しぶりにクロハにメールしてみようかな。久しぶりクロハ元気？いやそれがあんまり。わさびは？実はさ、お父さんが突然倒れて調子悪くてさ、実家と行き来してたんだけど、先日亡くなったの。今日やっと四十九日も終わって少し落ち着いたよ。嘘でしょ？それはご愁傷様です。いろいろ大変だったんだね。大丈夫？ちなみに私は離婚したよ。わさびにいろいろ教えてもらってから富士に限ってって思ったけど、なんかいろいろ信じられなくなっちゃって。わっさー、いやいや、やばくない？もう当時離婚しちゃったの？冗談だったのに。どうしよう。はぁ、こんな冗談だった？何枚か送った中の一部の写真はわさびの合成？こら、ちょっとしたいたずらよ。すぐに種明かしするつもりだったんだけど、私もさ、プライベートでゴタゴタしててすっかりそのこと忘れちゃってて。それにそんなことで離婚するなんて大げさよ。仮に事実だとしても会社のことご飯食べに行ってただけじゃん。ちょっと待ってよ、散々あることないこと煽っておいて。いや、あれは種明かしの時により面白くなるかなと。今さら冗談はやめて。だから冗談だったんだって。その後、電車感覚チカチカわざわざ嘘をと電車でこうであってそんでこうであってさらにこうであってそんでこうであったの。何この長文。僕の元に黒羽から復縁要請メールが来た。誤解だった、ごめんって。僕の話一切聞かないでわさびさんを信じていたのに。あんな一方的なことされて今さら復縁とか無理なんだけど。そうスルーしていたところ、人の家庭かき乱しておいて今度は復縁しろって。それが復縁してもらわないと黒羽に払わないといけない慰謝料が高くなってやばいな。はあ、なんなんだよその究極の自己都合。まあ気が向いたら。気が向いたらだと困ります。こちらもしばらく放置していたが。富士、ごめんなさい。あなたの言葉は全く信じなかった。私が全面的に悪かったです。会社も放置続けてやめてまいりました。この未熟で愚か者の私とやり直してくださいまし。どうかこの髪に免じて。ちょっとちょっと待って。あ、わかったわかったから。本当？そこまで本気で反省してるなら、まあ黒羽も被害者といえば被害者だし、結局黒羽とは元さやに戻ることに。そして元さやに戻ることにしたから慰謝料は請求しない。もういいよ。いいよ。焦ったけど全力で二人にお願いした甲斐があったわさ。危ない危ない。ありがとうクロハ。やっぱり私とクロハの仲よね。あ、でも私は請求しないけど、富士は許せないようで彼からは一緒には行くみたい。近日中に書類が届くと思うからよろしくね。こうして一連の騒動は幕を閉じたのだった。終わった。しかしなんでわさびさんがこんなことをしたかというと、クロハに対するただの嫉妬。高校も大学も就職先も全てクロハに負けてると妬みからちょっかいを出していたようだった。慰謝料のせいで貯金が全部なくなっちゃったわさ。うわうわ。ちょっとかわいそうな気もするけど。まあ自業自得。だって元さや戻ったからよかったけど、僕たちの人生だいぶ変えられたからね。超めんどくさかったし。確かに。だから反省して。